ドラービダシンポ党は、インドの地域政党の一つで、タミル・ナード州を本拠として、パーンディッチェリ連合区やケイララ州などの隣接する州でも活動している政党である。現在、タミル・ナード州議会の野党。決闘以来、同州首相を非連続ながら、合計で5期務めたエム・カルナーニ・ディが当主を担い、2018年8月7日に、死去してからは、 息子の MK スターリンが当主を務めている。日本ではドラビダ進ポ同盟と表記する場合も多い。DMK は CN アンナードライが所属するドラビダ人協会内の EV ラーマサービとの対立により独立して1956年に旗揚げした政党である。決闘当初は社会の貧困層に対する社会的、経済的改善を唱えて活動した。 合理性の擁護、尊厳の保持、カースト根絶、迷信廃絶が基本方針とされた。アンナードライが1969年に死去すると、カルナーニディが当首に就任するが、党内では映画俳優から政界入りした MG ラーマチャンディランが強力な指導力を発揮していた。しかし、党内の対立から、ラーマチャンディランは全員ドアンナードラービラシンポトを、 旗揚げして、1972年に DMK を去った。DMK とエイドムックは、その後現在に至るまで熾烈な競争を繰り広げ続けている。1996年には、v ゴーパーラスバーミを中心とした派が、ドラービダ復興新ポトを決闘し、DMK から離党した。2006年の衆議会選挙では、MDMK は、エイドムックと選挙協力を行い、 DMK との対決姿勢を鮮明にしている。2004年の連邦会員選挙においてはインド、国民会議、インド共産党、インド共産党、マルクス主義派などと選挙協力を行い、州内の39小選挙区すべてを獲得する大勝利を収めた。2006年5月に行われた衆議会選挙では、 DMK は、インド国民会議及び労働者等と選挙協力を行い、DMK の96議席を含めて、全234議席中163議席を獲得し、州政府与党となった。これに伴い、DMK 党首のカルナーニリが、第25代のタミルナーデ州首相に就任した。2009年の連邦会院選挙においては、 共産系諸島が離れたものの引き続き、インド国民会議との選挙協力を維持し、18議席を獲得した。収与党たる DMK は引き続きインクと連合を結成し、反撃を目論むエイドムックは、DMK から離れた左翼戦線と同盟した。両連合の一騎打ちとなったが、DMK 連合は、 現有157議席から126議席減の31議席、DMK 単独でも77議席減の23議席に止まる惨敗、ゲイアとなった。これに対して、エイドムック連合は、合計203議席、エイドムック単独でも150議席を獲得する、対賞を収め、第三次、ジャヤラリター政権が成立した。2014年の連邦会員選挙でも、 DMK は、さらなる苦境に追い込まれた。連邦中央で同盟相手たるインクが、インド人民党に圧倒されていたためである。結局、DMK は、現有18議席すべてを失う惨敗に終わった。一方のエイドムックは、タミル・ナード州割当て39議席のうち37議席を獲得する圧勝となり、連邦中央でも、第三党に躍進している。 2019年の連邦会院選挙においては、インド国民会議との選挙協力を維持し、23議席を獲得し、第3党となった。インドの政治を主導してきたアーリア人の文化を保持する北、インドに対し、ドラビラ人が多数を占める南インドの社会的、政治的、経済的、文化的な地位の向上を図ることが理念とされている。 したがって、特に言語や文化に関して、南インド固有の文化とされるものを保護し、それ以外、特にアーリア人の文化が起源とされるものについては、極力排除するという方針をとっている。1965年の反ヒンディー語運動の先頭に立ち、中央政府が進めるヒンディー語のみの公用語化に頑強に反対して、これを撤回させた。また2005年には、 タミル・ナード州の公用語であるタミル語がインドの起源前からの画語であるサンスクリット語に並ぶインドの古典語の一つであることを中央政府に認定させた経済政策は社会民主主義であり北インドの新自由主義とは一線を画している DMK はスリランカで武力による独立闘争を展開してきたタミル・イーラム解放の虎に同情的であるありがとうございます